皆さんこんにちは、パラフです。本日紹介するのはこちら、超小型のゲームコントローラー、ゲームサー T4 ミニという商品でございます。パラフのですね、結構昔の動画なんですけれども、こちらゲームサーの T4 プロっていうね、まるでプロコンなんじゃないかというゲームコントローラーを紹介したことがあるんですけれども、今回そのプロコン風のコントローラーの T4 プロというものの小型バージョン T4 ミニっていうのが結構最近に発売されたので、こちらを買ってきました。本当にこのちっちゃいんですよね。スマホと比べるとね、わかると思う。こんな感じ。これ iPhone 13 プロですけれども、こんな感じのね、箱の大きさなんですよ。すごくちっちゃくないですか。で、しかもこれね、色が2色あったんですよ。これはホワイト系のクリアボディで、もう1個が黒系のクリアボディなんですよね。で、前回は黒系のクリアボディを買ってたので、ちょっと今回はこの可愛い感じの色が出たということで、こっちをねチョイスしてみました。で、このコントローラーはもちろんスイッチにも対応していますし、 iPhone とか Android も OK です。そして Windows は有線接続でのみ接続可能。そして MacOS は書いていないので、おそらく厳しそうな感じです。なのでスイッチ、 iPhone、 Android で PC は有線接続っていうことを覚えておいてください。はい、じゃあ早速ね、開封していきたいと思います。真っ赤な箱が出てきました。おお、軽っ。ちょっと待って、めっちゃ軽いよこれ。ちっちゃいし。で、ケーブルがここについてますね。付属するケーブルはタイプ C2 タイプ A の黒色のケーブル。そして箱の中は以上なんですが、なんかピックみたいなのが入ってる。適合証明書、合格書、ちょっとよくわかんないのが入ってますね。で、マニュアル類。もちろんね、マニュアルもミニですね。で、基本的な使い方はおそらく前回紹介した T4 Pro と同じだと思いますので、この辺はね、まあ、割愛させていただきます。はい。で、こちらがコントローラー。いやー、これね、もういいよ。もうすごくいい。開けていきましょう。てってるーん、かわいい。めちゃくちゃかわいいじゃないのこれ。見てください、これ。思ってたよりかわいい。ちょっとね、一旦本体じっくりと見ていきましょう。側面から見るとこんな感じ。これね、スティック周りもしっかりしてそうですね。あー、いいよいいよ、いいですね。そして裏面は特にボタンはないです。前回の T4 Pro に関してはこの辺にカスタマイズボタンが 1,2,3,4 個ぐらいかな、ついていたんですけれども、 T4 Mini にはそのカスタマイズボタンはないです。で、上部にはペアリングボタンと、これがタイプ C の充電ですね。まあ、充電も兼ねておきながら Windows とつなぐときはこの有線接続をするっていう感じですかね。で、 ZR、ZL で L と R というボタンがありまして、このね、押し込み具合は加減調整ができない感じですかね。こんな感じのトリガーとなっています。まあ、でも結構クリック感は良好です。そしてジョイスティックの配置は Xbox とか、あとプロコンと同じですね。うん、あ、いい、すっごくいい。まあ、ただ結構ちっちゃいからグリップ感は、まあ、当然プロコンとかね、ああいうのと比べるとちょっと弱くなっちゃうけれども、僕は結構ね、持ちやすいなと思いました。うん、いいですね。で、この配置に関しては XABY なので、まあ、あの任天堂系とかね、 Xbox 系でここの微妙な配置が異なってくるので、この辺はね、注意しておいてください。で、この辺はスイッチと同じあのホームボタンですね。で、この辺がスクショとか撮るボタンで、マイナスボタンとプラスボタンで、ゲームサーの鶏のようなロゴ。この基板が若干透ける感じ、たまんないですよね。ちょっと電源つけてみましょうか。電源はこのホームボタンの長押しですね。おお、かわいい。これね、いいね。なんかこの昔ゲームボーイアドバンスとかこういうのありましたよね。僕ずっと小学生中学生の時にこのスケルトンボディに憧れていて、アドバンスとかゲームボーイカラーとかもスケルトンボディを買ってきました。すごいね、懐かしい感じがします。そしたらちょっといくつかゲームを試していきたいと思います。今ペアリングが完了した時にブルッと震えたので、しっかりとバイブレーションは内蔵されてるみたいですね。これでちゃんと操作できるようになってると思います。
このコントローラー非常にね使いやすかったです。ジャイロセンサーももちろん効きますし、バイブレーションもちゃんと効きます。あとボタンの押し心地も結構いいですよ。ちょっとね固めなんですけど押しやすいです、非常に。じゃあスイッチはまあねどのゲームも大体できるかなと思うので、ちょっと端末を変えていきましょうか。はい、いかがだったでしょうか。操作感非常にね良好だと思いました。ボタンはやや固めなんですけども、しっかりと押した感覚があって、ちっちゃい割にはしっかりと持ちやすいホールド感も素晴らしい、コントローラーだと思いました。で今 Nintendo Switch Lite、 そして Android、 そして GPD Win というね Windows マシンと接続してみましたが、結果的に言うと Windows マシンでは Bluetooth 接続が可能でした。なので必ずしも有線でつなぐ必要がないということが分かったので、非常にね便利なコントローラーなんじゃないかなと思いました。あとバイブレーションも内蔵されていて、やや安っぽいバイブレーションなんですよね。音がちょっと大きくて、なんか振動もちょっとねリアルではないんですけども、まあついてないよりはついてあった方がいいかなと思いますね。なのでこれはね非常にいいんじゃないかなと思います。あと加速度センサーもバッチリついていましたので、スプラトゥーンとかのゲームも快適に遊ぶことができました。まあゲームのね上手い下手は置いといて、このコントローラー素晴らしいと思いましたので、気になる方はぜひですね下記の概要欄の方から Amazon の購入リンクチェックしてみてください。それでは本日の動画以上になります。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。パラフでした。